東海道新幹線で長年親しまれた車内のワゴン販売が明日終了します。時々利用した時があったんで、まあ、なくなるのはちょっと寂しいなっていうような感じはあります、ね、やむを得ないかなと思いますけど、乗る前に買っちゃうから。 JR 東海は飲食物の持ち込みが増えてワゴンでの車内販売の売り上げが落ちていることなどから、東海道新幹線ののぞみとひかりのワゴン販売を明日で終了します。長きにわたりまして東海道新幹線のワゴン販売をご利用いただいたお客様に感謝の気持ちをお伝えしたいと思います。今思い起こすと、お客様それぞれのお顔が浮かんできて、ワゴン販売で親しまれた固いアイスクリームやコーヒーは、のぞみが停車する駅のホームなどに新たに設置された自動販売機で買うことができます。